マテリアルズ愛。困りものの鉄サビ、見た目が悪い上に機能まで落ちて使えなくなってしまいます。原因はご存知の通り、湿気や塩分。あっという間に進行します。やってみましょう。純粋な鉄でできたたわしです。塩水を用意して鉄のたわしを漬け込みます。たった一晩でこの通り、錆びた鉄が溶け出してますね。実はこの錆、どこの家庭にもあるあれを使うと防ぐことができるんです。一体何を使うのか分かります？実際にやってみますね。鉄のたわしを2つ用意しました。左のたわしにはある工夫がしてあります。2つとも塩水につけて一晩置いておくと、時間を縮めて見てみます。すっかり茶色くなった右と比べ、細工をした左は全く錆びていません。明確な差がありますよね。一体何をしたんでしょう？答えはたわしの裏。これアルミ箔をくっつけていたんです。昨日やった時の映像です。こうして片方のたわしにアルミ箔を密着させました。錆びなかった理由を詳しく見るため、鉄とアルミ箔を針金でつないで塩水につけてみます。一晩経つと鉄は錆びませんでしたが、アルミの方に白い泡のようなものが出ています。そして変色、これアルミが錆びたんです。いわばアルミが犠牲になって鉄を守った形、犠牲防色という技術なんです。なぜアルミだけが錆びたのか。鉄とアルミの間にモーターをつないで塩水につけてみましょう。回りました。鉄とアルミ箔の間に電気が流れているんですね。電気を流しながらアルミだけが錆びていきます。錆びと電気の間にどんな関係があるのか。鉄は水中にある酸素に電子を奪われます。電子がなくなると鉄の原子はイオンとなって水中に溶け出します。その後水や酸素と反応して赤錆となるんです。アルミニウムは鉄より電子を離しやすい性質があります。そこで鉄とアルミ箔を金属でつなぐと、今度はより電子と離れやすいアルミニウムが溶け出します。余った電子は鉄の方へ流れます。電子の圧力で鉄自身は電子を離すことができず鉄のまま、つまり錆びないことになるんです。ということは、別の金属とつながなくても鉄に電子を送り込みさえすれば錆びを防げるはず。そこで電源の登場です。鉄のたわしと電極として使う炭素の板を用意します。プラス極を炭素の板に、マイナス極をたわしにつなぎました。塩水につけます。電源を入れると鉄に電子が送り込まれるはず。見てみましょう。一晩経っても全く錆びていません。通常の鉄は一晩でこんな感じでした。錆から守る、それは鉄から電子が奪われないようにすることだったんです。犠牲防色というこの方法、例えば常に塩水にさらされる船でも使われています。船体の鉄よりもイオンになりやすい亜鉛板を先端に貼ることで、亜鉛を犠牲にして船の本体を守っているんです。金属の基本的な性質を利用すると安全な海の航行も守れるんですね。